get ツゲルブンふ普段自炊とかするの自炊はしないね全然全部外食もう外食か奪い奪いうんういいえ <laughs> 全くえー、全く何も作れないえー、じゃあアメリカとかは何しとったのアメリカの時は量だったから作っ,てくれ作ってくれてた<う>やばいいえー 料理しようとかいう気もないやあしたいけど多分センスないかな美味しくないと思う美味しくない飯自分で作るんだったらもう松屋行った方がいいやん朝飯は朝飯はほぼ食べないからマジそうだね勝負飯は試合勝負飯とんかつとんかつ関係ないんだねそういうの海君には海君には油とかそういうの関係ない ミ箱とも言われてるからまあでもねこれからね改善するつもりはありますありますそうやそうやねえすごいな言うても体脂肪とか少ないもんねまあ意外とねなんかみんなと数字比べ合わせてもあんま変わんないもんね変わんないもんね俺めっちゃ努力してるけど変わんないもんねそこはねちょっとね内臓脂肪じゃない多分見えないところにいっぱい溜まってるのよ多分そこはね ライアンとかも,すごいもんねライアンマジやばい<う>4パーとかでしょ食事の管理もすごいもんね <laughs> あんだけさつまんない飯食べてたら飽きるっしょマジで, <laughs> ああマジで飽きると思うけどやっぱそれはもうストイックやな滋賀から来て東京どういややっぱ楽しい楽しい楽しいでも東京やもんね高校はそうだね高校1年間、まあ、1, 1>, 1年間出身は神戸出身は神戸<ー>だから神戸も、まあ、ま,あまあまあまあ都会だけど、うん やっぱり都会はねご飯も美味しいしあの、オフの日も遊べるとこ結構多いから楽しい東京オフの日はよくないんすよねオフの日は、まあ、なんか最近はもうその東京の観光スポットなんか本買って観光スポットいっぱい載ってる例えば寺とかそう寺とか、まあ、この間チームラボ行ったし あねあの、お台場のそっち系を最近楽しんでるへえ俺もスカイツリー好きだなスカイツリー行ってる行ったことない何が浅草とか近くにスカイツリー見て浅草でちょっと食べ歩きみすいおいしいの浅草おいしいマジいろいろ行きたいわめっちゃえじゃあこのチームに来てなんかここのカルチャーすごいなってアルバルクの ここすごいな,みたいなまあでもやっぱりみんなプロフェッショナルだねやっぱり本当に<う>あのもうし練習とか試合が始まったらもう仕事、まあ、もちろん仕事なんだけど、うん、まあ仕事かのようにこう自分の役割をみんなしっかりね果たしてスタッフも選手もそうだけど、うん、なんか本当にみんな優勝のために毎日毎日こう働いてる感じがするから。 自分もその環境に入るとチームのために頑張りたいと思うしやっぱすごいなと思う、さすがです、オルバルク。この施設やっぱいよね自前の食堂があって練習後みんなで食べれたりみんなと時間を共にする時間が長いよねウェイトしてもらうしそれはすごい強みにね。かのチームじゃなかなかそれは強みだよねみんなと会う時間が多い多い。 だから仲いいんだろうねみんな、うん、マジで仲いい俺さっき知ったんだけど貝左利きなんだよそうメシで飯と角の左で、うん、それ以外全部右シュートも右だもん、ね、シュートも右それはいつからそれはもう生まれた時から右利きだったんだけど、うん、お父さんが、まあ、こいつもしバスケやるんだったら、うん、多分サウスポの方が有利だろうなと思って、うん、無理やり左利きにさせられて その物を渡す時とか俺自然に右手で取るじゃんそれを無理やり左手で取らしてそしたらバスケ以外全部左になってバスケだけ右になった全く意味なかったああね左利き日常生活で困ることリりやね俺も食事とか行くと気使うああそうだね一番端っこ座るかでも作文書くときいいじゃんこれ。ああ確かに確かにあと習字は右に直されるああそうあそっか そうだそうだ確かに確かに左利きドライブは行きやすいかもね左の選手の俺も左利きつくと嫌な感じする<ー>こいつなんか違うなみたいなでもチェックも嫌でしょだって俺,俺らもこう右利きの選手にチェック行くからそうだいきなり左利きの人がいたら<ー>結構ずれること多いと思うけど、ね、このチームは左で打つの俺だかけそうだよ靴何足ぐらい持ってるリアルに 100足ぐらいあると思う全部家に管理してる全部家だえっとね去年半分ぐらい実家に送ってもうマジたま,たまりすぎて、うん、今多分今家にあるのもほんとでも50足ぐらいめちゃくちゃあるハイカットローカット基本ローカットだねでも好きなうんローカットが好き五十<ー>50足ぐらいあんのに毎日履くの一緒の靴しかわく分かる分かる <laughs> 分かるそれは分かるね <laughs> <laughs> 玄関で迷うけどやっぱ切られたやつをそそや結局真っ白だなっなる <laughs> 結局なるよねなる置いてきちゃうのなぁ結局一緒なんだよそこはでも派手な靴好きまあ好きそうだよね俺も派手な靴好きだけど抜柱も抜柱もそうだねあんまこだわりないよねあんまない正直その日で履いたりするもん、ね、その日で履いたりする抜柱は新品でも 一発目いける試合いや試合は基本二三回練習してから行くねまあ練習はもうしょうがないけど試合で新品履いちゃうと足痛くなるし滑る可能性もあるからそうだそこは基本そうだよねやる中敷きははないね使ってない使ってない使ってない使ってる人多いよねでも多い必要なんだろうけど足裏痛くなるああ確かに この前試合前、女の子に海がファンサービスして、うん、すごい話題になってるらしいけど、うん、なんかこの人印象深いなみたいなファンとかいたんファンの方はうーあでもそのバズったやつは多分ちっちゃい女の子、うん、可愛いい女の子がなんかテーブス海選手好きですみたいな、うん、可愛い声で言ってて俺が反応してでも、基本その試合前プラクティスキッズいるじゃない。うん この間一番印象残ったのは俺と吉井とおさかだけ呼び捨てまあね、もねそれがね、うん、<ー>かわめちゃくちゃ可愛かったなっみ,みんなノリいいなと思って久しぶりがあるもんね<ー>僕はなんかすこんなびっくりしたプレゼントあったああ、プレゼントは正直ないけど、うん、滋賀にいた時はなんかウーバーイーツとか頼んだりしたら、うん、その配達の配達 方がファンですっていうのは結構あったねだからもう朝もう寝癖えぐいこうやってもうドア開けてめっちゃ眠いじゃんでもうお金払ってしたら最後の最後に「めっちゃファンです」みたいなへ<ー>恥ずかしいと思ってそれは結構、うん、あったね詩が<ー>東京じゃないよな絶対俺もなんか行きつけの前昔だけど行きつけの精肉店があって、うん、いつも買ってたんよで 向こうは気づいてるのかなみたいなあるじゃん<ー>でそんな感じですごいやってて結構仲良くて、うんうん、で最後に俺ちょっと転勤引っ越すことになったんですよって言ったら、うん、え学生じゃないのって全然プロとして認識されてなかった <laughs> ずっとただ好きな学生だと思われてて <laughs> あ<ー> <laughs> あそうなんで俺のただの自意識感じ <laughs> あれは。 あれそう恥ずかしかしった結構意識してたプロ選手のところで,でもあえて言わなくてくれてんだろうなと思ったら全然違った <laughs> <laughs> ただの学生だと思われてき。肉付それはおもろすぎるわそれは覚えてるなんかおもろ93年世代海は98年、うん、98アルバルクにもいるし B リーガーもそれぞれねすごいいると思うんだけど、うん、誰と仲いい まあチームはもちろんメイトはそれけど、うんいやもうでもやっぱり同じ世代だからアンダーカテゴリーでも一緒だった松、うん、谷西田、うん、渡辺弘、うんえー、まあ阿比阿比も一応一応九十八なんかな、うん、で誰だまあもちろん吉尾さおさ結構すごいね <laughs> うんいやもうメンツはやっぱすごいで、ね、すごい、ね、本当に。 93年が多分一番俺はやばいと思うけどねやばいねベンドラメトガシ怒るが元気橋本航介もあるしまた亮もいるし福もいるしもちろんグダも福グもそうかレオはレオは一応一個下なのかな94ぐらいそこで試合とかしたら面白そうだねいやめっちゃ面白いオールスターとかでね前座とかあったら面白いね確かに 年代で、うん、そうだよ、ね、やっぱり同じ同い年の選手とマッチアップしたら熱くなる、うん、熱くなるねそうねなるしなるなるよ、うん、アメリカに居る時は、うん、こいつ一番やばかったなみたいなう同世代のやばいやついっぱいや,<ー>やったみたいいや一番対戦してやばいなって思ったのは トレモントウォーターズっていう、はい、LSU 大学行って NBA もちょっとやったんだけど、うん、今中国でやっててこの間ももう30何点取ってたけど、うん、ドミニカがどっかの代表じゃなかったっけえとプ,エプエルトリコそうプ,エトプエルトリコの代表で,で俺対戦した時はもう一人で普通に40点取られたしかもその40点ってなんか試合を通していろんな人がついて40点とかっと俺40分ずっとついてで40点取られた。 こいつ化け物やなと思ってほ他はは、まあ。コービー・ホワイトとか言ってなかったコービー・ホワイトもやったしコール・アンソニーもやったしザイオンもやったしザイオンは高校の時だね夏のリーグであとマック・マクラング俺も一昨年一緒にやったのロスでやばかったやっぱバウンセグやばい でもオサみたいな感じいや確かに似て,るよ、ね、似てる似てる、同じ匂いする、うん、マジすごいじゃあ、今、13勝1敗で、まあまあ、いいスタートきれただけど、や<う>やってみてみ<う>いや本当に、あのー、やっぱ選手たちもすごい実感してると思うけど、やっぱり強いチームだと思うし、うん、でもその中でもやっぱり、めちゃくちゃなんか、課題も残ってるんで。うん 残ってるん残ってるから、まだまだ良くなれるところもいっぱいあるけど、うん、本当にあのチ,チームみんなすごい自信もついてきてると思うし、うん、やっぱりこの次、バイオウイーク明けだけど、試合また始まったら、このままいい流れでチャンピオンシップ入れたらなと思います。